開放弦を使った超高速フレーズがアドレナリン出まくりますね。高速ピッキングの習得方法も動画内で解説しております。入る動き、これで覚えた方が実践的です。皆様こんにちは、ギター講師の豊川優也です。本日は名曲ギターソロ解説をやっていこうと思います。今回はですね、ディープパープルの超名曲バーンやります。バーン知らないっていう方もこのリフを聴けば必ずピンとくるはずです。これです。ああ、これね、めっちゃ聞いたことあるって思いますよね。スモークオンザウォーター並みに有名なリフです。この曲バーン、曲も当然のように最高なんですが、ギターソロがまた超絶かっこいいです。個人的にディープパープルのギターソロの中で一番好きですね。リッチーブラックモアが大爆発してるんですよ。灼熱に燃え盛るギターソロ、まさにカイザーフェニックスです。これが世のメラゾーマだ。というわけでバーン違いはバシルーラして、一度このソロ聴いてみます。はい、こんな感じですね。リッチー節が炸裂しまくり、ワイルドなギターソロですよね。開放弦を使った超高速フレーズがアドレナリン出まくりますね。そしてテンポがなんと193、めちゃくちゃ速いので、高速ピッキングのトレーニング、両手のフィジカルを鍛えるのに最適なソロです。高速ピッキングの習得方法も動画内で解説しております。これを試せば誰でも速くなりますので、ぜひやってみてください。さらに動画の後半にこの超有名リフの弾き方もですね、解説しております。何か弾いてよの対処法として最適なリフの一つですね。超テンション上がるリフです。そしてこの動画の一番最後、おまけパートにギターソロ後のツインギターセクション、ここの部分のメインギターのパートをですね、タブ付きの演奏動画を載せております。原曲を聴いた時に右耳から聞こえてくる方ですね。なのでぜひ動画最後までご視聴くださいませ。なお、今回のギターソロが少し難しいなという方は、同じディープパープルの曲でこちらスモークオンザウォーターや、こちらハイウェイスターの解説などもしておりますので、こちらからぜひトライしてみてください。ハイウェイスターと今回のバーンでは、まあ大体同じぐらいの難易度なんですが、テンポが速い分こちらバーンの方がちょっと難しいです。僕のチャンネルでは皆様のギターライフが楽しくなる動画や、上達の役に立つテクニック、あとは名曲のギターソロを解説する動画などを上げていっております。まだチャンネル登録してないよっていう方も、この機会にぜひ僕のチャンネル登録していただいて、僕と一緒に日々楽しいギターライフを過ごしていきましょう。それでは今回も張り切ってレッツゴー。はい、ではですね、まず今回使うスケールについて説明をしていきます。早くソロが弾きたいという方は、概要欄の目次からセクション1に飛んじゃってください。スケールを理解することで、ソロを仕組みから理解できるようになるので、自分のプレイに活かせるようになります。今回一番よく使うのは、Gマイナーペンタトニックのメインポジション、3フレットからスタートするブロックです。これですね。これにたびたび6の音が入ります。はい、4弦2フレットの音ですね。これ6の音です。リッチーはマイナーペンタトニック弾くときにこの6の音よく使いますね。そしてさらにこの隣のブロックのペンタトニックを使います。ここのブロックですね。一回弾いてみます。このブロックの3弦から上のみを使っていきます。ここのブロックはですね、ブロックとして覚えるよりもメインポジションからの3弦スライドで入る動き、これで覚えた方が実践的です。こういう動きですね。この動きで覚えてみましょう。そして3弦横移動の G ナチュラルマイナースケール、ここはソロ一番の見せ場、3弦開放弦を使った早弾きセクションで使います。という感じでソロに移っていきましょう。はい、それではですね、セクション1から解説をしていきます。まずは演奏をお聴きください。
はい、という感じのソロの出だしですね。ここの4弦2フレットの6の音を使ったフレージングがリッチーっぽくてすごくかっこいいですよね。そして最後に早弾きがやってきます。定番の早弾きフレーズなんですが、このテンポだと結構大変ですね。ここは全て G マイナーペンタトニックのメインポジションで弾いていきます。まず入りからいきましょう。3拍目の裏から入るので 1,2,3 という風に入ります。そしたら次はこういうフレーズ。はい、このフレーズはですね、この次の部分、ここ親指で6弦を押さえます。これはリフでよく使う動きなんですが、ソロでもそのまま使ってますね。そしてここ普天8分と16分で書いてあるんですが、16分音符でかっちり弾く感じではなくて、イメージとしてはここだけシャッフルになるような感じですね。タンカタンという感じです。次のフレーズいきます。リズムはプリングの細かい16分音符がいっぱい入ってますね。タンタカタン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 タカタン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 というリズムです。タンタカタン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 タカタン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 。今みたいに歌ってみてリズムをつかむといいと思います。このフレーズが終わったらこういう動きです。ここはまた親指で押さえたフレーズを弾いてチョーキング、アームがついてたら揺らしましょう。次はチョークダウン、8分9分を忘れずに行きましょう。うったー。でこう弾いたらですね、はい、一つ目の早弾きがやってきますね。まず早弾きの最初の部分なんですが、僕はこういう風に素早いスライドプリングでこう弾いてます。ハンマリングプリングでこう弾いてもいいと思います。次はプリングでこういうフレーズ、これを2つつなげてみます。タカタカタンタカタンタンというリズム。次は16分音符のランフレーズを4発弾きます。これ定番のランフレーズなんですが、あまりにも早いですね。こういう動きですね。プリングダウンアップ、これひとまとわり、これを繰り返していきます。右手は必ずアウトサイドピッキングで弾きましょう。インサイドピッキングだと鬼ムズです。ダウンダウンアップダウンダウンアップダウンダウンアップという風に4弦から3弦の移動をするときに、外側から内側にこう挟み込むように弾きます。ちなみに左手の人差し指ですが、普通このフレーズってつけっぱなしで弾くことが多いんですよ。こういう風になんですが、この曲の場合はテンポがめちゃくちゃ速いので、つけっぱなしだとなかなか追いつかないです。なのでその都度人差し指を離していくことをおすすめします。こういう感じです。この原理はですね、試しに指を動かしてみるとわかりやすいんですが、はい、2本指がありますね。これで人差し指をこう固定したまま薬指を動かしても、こう限界があるんですよ、スピードに。なんですが人差し指を解放して2つをパタパタ動かすと、こう結構速く動くんですよね。こういう原理です。このフレーズはですね、2つの練習方法で習得していきましょう。まず1つ目の練習方法は、ゆっくり確実に弾けるテンポでメトロノームを鳴らします。はい、メトロノームを鳴らしたらアラームを5分とかに設定しましょう。で、設定をしたら5分間指を止めずに弾きます。5分間弾き続けるとかなり手疲れてくるんですよ。こういう風にですね、この手が疲れるまで弾くことで、早弾きに必要な筋肉がついてくるんですよね。それによって速いスピードが弾けるようになってきます。次のトレーニングはギリギリ弾ける速いテンポまで上げます。はい、速いテンポに上げたらですね、動きを1回だけ弾きます。これを練習します。これをひたすら弾きましょう。慣れてきたら間を短くしたり、あとは2回連続にしてみたり、これもですね、アラームを5分に設定して止めずにやってみてください。この2つの練習法をすることが一番近道です。まず最初に1つ目のトレーニング、ゆっくりトレーニングをやってから両手の動きを確実に覚えます。その後で2つ目のトレーニングに行きましょう。で、2つ目のトレーニングをやった後でまた1つ目のトレーニングをやる。最終的にはバランスよく1つ目と2つ目をやってみてください。根気強く続けると、ある日驚くほど早く弾けるようになって、感動する瞬間が訪れます。最高ですよ。はい、じゃあこのフレーズの次行きます。
はい、こういうフレーズですね。ここの半音で上がるチョーキング、ここ最高ですよね。定番のこのフレーズにブルーノートの音を混ぜてですね、上がるという動きなんですが、これをハーフチョーキングで挟むという素晴らしいアイデアですよね。これ2段階で上げるので、それぞれ上げすぎないように気をつけていきましょう。上ずってしまうとかなりかっこ悪いです。これだともう台無しですよね。上ずるよりはですね、少し低めにした方がかっこよくなります。で、最後のチョーキングはですね、アームがついてる場合はこう揺らしていきましょう。ついてない場合はチョーキングビブラートを入れます。はい、それではですね、セクション1をゆっくり弾いてみます。ワン、ツー、スリー。はい、では次ですね、セクション2に行きます。まずは一度弾いてみます。こんな感じです。はい、ここもペンタトニックの使い方が超かっこいいですよね。使ってるペンタトニックは、まずメインポジション。あとはメインポジションから一つ右のブロックに移動した動きですね。この動きです。まず先ほどのセクションの終わりのフレーズから弾いていきます。そしたらこういう動き。ここ結構指がもつれやすいので気をつけましょう。僕は小指を使って、こうやって弾いてます。これ薬指だとですね、三弦チョーキングが中指になってしまうんですよ。この中指チョーキングが嫌な場合は、小指からの薬指で、こう弾いていきましょう。次行きます。ここのブルーノートを使った半音階。これかっこよすぎですよね。人差し指で二弦三フレット弾いたら、三弦に移動してプリングでこう弾きます。タンタカタンというリズムですね。そしたら4弦に行ってジョイントから素早いプリングで、最後はこう弾きます。アームがついてる場合はですね、ここも激しく揺らしていきましょう。リズムを歌うとですね、タンタカタンタンタカタンタンタカというリズムです。言葉でリズムを掴んでいきましょう。はい、次早弾きですね。スライドでこう入ったら、こういう風に弾いていきます。ここ音源だとこういうニュアンスなんですよ。若干ですね、この後がもたって、で、ここでなんかスピードが追いついていくような感じです。この音源のニュアンスなんですが、あの速度で再現できなかったので、普通に規則正しい16分音符でここは弾いてます。音源のあの感じが出したい方はですね、この次の人差し指を若干伸ばして、で、このフレーズに移っていきましょう。こういう感じのイメージです。さて、ここも練習方法は先ほどと一緒ですね。ここでやった練習方法をそのまま使いましょう。動きはですね、最初の音が先ほどは薬指からスタートだったんですが、今回は人差し指からスタート。ピッキングは必ずアウトサイドピッキングを使っていきましょう。インサイドピッキングだとあの速度で多分弾けないです。入りはダウン、アップ、プリング、ダウンと弾いたら、あとは全部アップ、ダウン、プリング、ダウン、アップ、ダウン、プリング、ダウンという風に繰り返していきましょう。僕はなんとなく入りだけピッキングを変えた方がやりやすいので変えてるんですが、もしややこしければですね、入りもアップダウンで統一しても OK です。アップダウンプリングダウン、アップダウンプリングダウン。ぜひこのアウトサイドピッキングを守って練習してみてください。最後はこう弾きます。僕はここアーム使ってるんですが、なんか音源聞いた感じだとどっちとも取れるような揺れなんですよね。好みに応じてこうビビラーとかアームか選んでみてください。はい、それではですね、セクション2をゆっくり弾いてみます。
はい、それではですね、セクション3いきます。いよいよ来ましたね、超高速フレーズセクション。気合を入れていきましょう。では、いきます。はい、こんな感じのセクションです。はえーって感じですよね。ここマジで速いです。テンポ193の16音符なんで尋常ではありません。ゆっくり弾くとこんな感じです。というわけでですね、ここは右手のフィジカルを鍛えないと絶対弾けません。まずは高速ピッキングの練習をして高速ピッキングを習得しましょう。はい、まず高速ピッキングの原理なんですが、筋肉痙攣という動きを使ってます。これはゲームでボタン連打をするときとかにこのあたりにすごい力を入れてですね、こう腕をプル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 こう動かす動きを使うと思うんですが、これが筋肉痙攣です。これをそのままピッキングで行っていきます。なので高速ピッキングは完全な脱力では弾けないと覚えておいてください。ある程度のスピードまでは脱力でいけますが、この速度になると脱力だけでは無理です。高速フレーズを弾くときは結構こっちの方の力は入ってるんですよ。それと裏腹にピックを持つ指先の力は抜けています。これは弦に当てた時にピックが自然と少し押し負けるぐらいの力で握っています。これ腕に力を入れた上で指先までガチガチに固めてしまうと、こんな感じで弦に引っかかっちゃって、もう全然弾けないんですよ。なのでですね、ピックの抵抗を少なくするという意味でも柔らかく握っています。腕は固めて指先は脱力という風に覚えておいてください。さらにですね、僕はこういうタイプのピックを使っています。このピックの本当にこの超先端のみを当てています。なのでこの少しでも先端が削れてきたら途端に早弾きの精度が落ちてしまいます。早弾きをするときはですね、僕は新品に近い先の尖ったものを使っています。はい、それではですね、高速ピッキングのトレーニング方法をやってみたいと思います。まず当然なんですが、メトロノームを用意します。この時用意するメトロノームはタップ機能があるものですね。スマホの無料アプリだと大体ついてますね。はい、これですね。これはタップの部分を指でこう押すとですね、このテンポを計算して出してくれるんですよ。これを使っていきます。まずはですね、自分にとってなかなか速いなぁと思うスピードでオルタネートピッキングをします。ポイントはですね、マックススピードではなくて結構速いなと思うスピードです。ピッキングをしたらそれに合わせてメトロノームのタップを使いましょう。はい、すると今のテンポが出ましたね。で、テンポが出たらこのテンポでメトロノームを鳴らして、あとひたすらオルタネートピッキングをします。疲れるまでやりましょう。疲れたらですね、一度腕を止めて少し休んだらまたやります。もし早すぎるなと感じたらテンポを下げても OK です。これはギターの練習というよりは本当に筋トレに近いですね。実際に追いつけないテンポに追いつくようにするというのは、こう重いものを持てるようにするのと同じで、テクニックっていうよりはフィジカルの問題もあったりするんですよね。で、これすごく退屈なトレーニングなので、例えばですね、動画を見ながらとかテレビを見ながら、ながらトレーニングでいいです。僕はですね、こういうつまらないトレーニングは、はい、譜面台にですね、こうスマホを置いて、スマホで漫画や Kindle を読みながらやってます。おかげでスマホの LINE 漫画や Kindle の本棚は図書館できるんじゃないかってぐらい増えてますね。はい、とにかくですね、このトレーニング毎日続けてみましょう。最初はすごく右手疲れると思いますが、毎日の練習の10分20分ぐらいはこのトレーニングに当てるようにしてみてください。ある日ですね、同じようにトレーニングをしてると右手が全然疲れなくて、自分でもびっくりする瞬間が訪れると思います。これはですね、右手が筋肉痙攣という動きに慣れて力が抜けた瞬間ですね。これはすごい瞬間です。例えればですね、ネテロ会長が感謝の聖剣好き1万本を終えた後で、まだ日が暮れてないことに気づいた時ほどのすごい瞬間です。その時あなたの高速ピッキングは音を置き去りにします。なわけない。はい、ハンターハンターネタはこの辺にして、この瞬間がやってきたらですね、テンポを上げましょう。かなり上げても平気になってるはずです。
テンポを上げたらですね、またマックススピードのちょい下ぐらいで、このトレーニングを繰り返してみましょう。これがですね、高速ピッキングの習得方法です。高速ピッキングの習得ができたら、フレーズに行きます。はい、こういう動きですね。最初はですね、移動はなしで、一箇所で、とにかく練習をしましょう。余裕で確実に弾けるテンポまでメトロノームを落とします。そしたらアラームを5分に設定して、ひたすら同じ動きを反復。ちなみに僕はこのフレーズはこう小指で弾いてるんですが、薬指で弾いちゃっても全然 OK です。で次にですね、ギリギリ綺麗に弾けるテンポまで上げて、5分間これもひたすら反復をしましょう。こういう風にですね、確実に弾けるゆっくりのテンポとギリギリ弾ける速いテンポ、この2パターンの練習を繰り返してみてください。とにかく毎日やってみましょう。で、1箇所で余裕でできてきたらですね、移動を押してみます。最初は4回ずつとか。慣れたら2回ずつとかにしましょう。さらに最終的には1回ずつ。これができたらですね、あとは左手の移動先を覚えれば、このセクション完成です。特に最後の2小節はですね、移動が多いので、しっかり反復して覚えていきましょう。はい、そして最終的にテンポ193まで上げれば OK ですね。かなり早いので長期戦でいきましょう。はい、ここのセクションはですね、大変早いので2段階のテンポでデモ演奏を取りました。1つ目はすごく遅いテンポ、2つ目はやや遅めのテンポ。今の進行状況に合わせてですね、練習にお使いくださいませ。それではいきます。はい、という感じでですね、最後のセクションですね、セクション4いきます。はい、ここまで弾けた方はもう楽勝だと思います。では一度弾いてみます。はい、という感じの締めのセクションですね。この後はツインギターのパートに移っていきます。まずチョーキングで、8分音符でって弾いたら、またチョーキング。2回目のチョーキングは上げた状態から少し下ろすタイプですね。下ろしたら開放弦に行くトリルをします。そしたらこういうフレーズが入ります。リッチーのお箱6に行くフレーズですね。プリングからプリングスライド、タンタカタンタンタカタカタンタンというリズム、タンタカタンタンタカタカタンタン。フレーズのキレを大事に弾いていきましょう。次は開放弦を入れたフレーズをこう弾いて、で、チョーキング。ここはですね、マックスまで上げたらゆっくり下ろしていく感じですね。アームがついたらアーミングを入れましょう。はい、それではセクション4をもう一度ゆっくり弾いてみます。1、2、3、4。はい、という感じでここまでが今回のソロの解説です。かなりスピードが速いソロでしたね。最後にですね、タブー付きのデモ演奏をつけておきます。1テイク目は普通のテンポ、2テイク目はゆっくりのテンポで弾いていますので、ぜひ練習にご活用ください。いきます。
はい、という感じで最後にですね、この超有名リフの弾き方を解説していきます。伝説のリフですね。原曲に合わせて弾けるとかなりテンション上がります。では一度弾いてみます。このリフのポイントはですね、この6弦3フレット親指ですね、これがちょいちょい入るんですが、結構これが難しいです。はい、特にですね、ここですね、ここプリングと親指6弦を同時に行うんですよ。これなかなかの難易度です。まずはこの動きを覚えましょう。コツはですね、プリングはあまり意識しないことですね。指を離した時に音が勝手に鳴ってるぐらいがちょうどいいです。それよりもこの6弦親指ですね、ここに意識を集中しましょう。この時に親指の頭はですね、ちょっと深めに押さえて5弦をミュートしています。こういう状態です。この動きが習得できたら次の音をつけていきましょう。それでは次の動きに行ってみます。ここも同じような動きですね。最初の動きが弾けたら応用ですぐ弾けると思います。それぞれですね、この親指を挟む位置に気をつけて弾いていってみてください。次は繰り返しでこう弾いたら、最後はこういう風に弾いていきます。この最後のフレーズのプリング、ここのプリングはですね、しっかりと音を鳴らしていきましょう。はい、これスライドとプリングを多用するので、弦やネックが滑りの悪い状態になってるとかなりしんどいです。なのでですね、こういうフィンガーイースなどを使って、弦とネックの状態を常に良好に保つのも大事です。ではですね、ゆっくり弾いてみます。ワン、ツー、スリー、フォー。という感じで今回はバーンを解説していきました。この曲はいつ聴いてもテンション上がりますね。個人的にテンションが上がるロックの曲トップ5には入りますね。ディープパープルは本当にロックの歴史に残る名曲、名リフ、名ギターソロが多い。天才的なセンスですよね。今後もまたディープパープルの曲やろうと思いますので、皆様お見逃しのないようにぜひチャンネル登録を済ませて次の動画を楽しみにお待ちくださいませ。また今回の動画楽しかった、役に立ったという方はグッドボタンで応援していただけると大変励みになります。あとツイッター等の SNS はですね、概要欄にリンクの方を貼っておりますので、興味がありましたらフォローの方をよろしくお願いします。それでは皆様、今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございました。それではおまけパートいきます。ツインギターセクションのメインパートですね、タブ付きの演奏動画いきます。ここピッキング結構難しくて、右手のコントロール力をつける練習になりますので、ぜひ挑戦してみてください。ここのセクションで一番難しいのはここです。ここのピッキングの難易度かなり高めです。ぜひゆっくりのテンポに落として何度もリピートをして練習してみてください。それでは最後の最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。
また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。